こんにちは、アニです。今日はウルトラ怪獣 X02、溶鉄怪獣デマーガで遊んでいきたいと思います。スーパーソフィータイム。はい、デマーガなんですけども、これはウルトラマン X のオリジナル怪獣っていうことなのかな。で、サイバーカードがね、また1枚ついてますので、これ見ていきましょう。カードはこんな感じで、ね、BK004 で、すごいメカニカルな怪獣になっちゃってますね。サイバーデマーガタイプ G です。裏面はこんな感じで004サイバーデマーガタイプ G 溶鉄怪獣デマーガをモチーフに作られたサイバー怪獣だ。アンノウンってことでね、ここ写真は載ってないです。50m で55,000トン。オリジナルのデマーガは身体のほとんどが溶けた鉄でできており、口から溶鉄熱線を放つ。うわ、なんかすごい強そうですね。で、パワーは、3分の2ぐらいまで来てますね。次はね、ソフビ本体見ていきます。すごいね、怪獣した形してますよね。で、顔はね、意外と可愛いです。このね、目がつぶらな感じで赤い瞳がいいですね。で、牙が上下にね、こう2本ピュピュッと出てるんですけど、背中のここのね、これがいい感じにこう出ていて、銀色の塗装もいい感じです。胸の部分はね、なんかこうちょっと肋骨っぽい感じなものが、見えていて、ここはなんかベージュみたいな色ですね。で、手先と爪が塗られていて、足のね、ここのこうゴツゴツした感じとかかなりかっこいいです。で、溶鉄怪獣っていうことでね、なんか、鉄が溶けているから、こういうなんかこうね、赤色っていうのかな、オレンジ色っぽいようなね、こんな色になってるのかな。いや、なかなかいい怪獣じゃないでしょうか。500シリーズと一緒でね、塗装については、やや省略気味な感じはしないでもないんですけども、でもね、すごく造形もいいし、いいんじゃないでしょうか。それではね、X デバイザーで音声確認します。ガオディクションを起動します。デマーガ解析中。デマーガ解析完了しました。エネルギーチャージモードへ移行します。デマーガエネルギーダウン。エネルギーチャージモードへ移行します。デマーガチャージ完了。トレーニングモードへ移行します。デマーガパワーアップ。怪獣カードロードします。はい、溶鉄怪獣デマーガでした。それではまた次の動画でしましょう。バイバイ。